アブクマ型護衛艦は海上自衛隊の護衛艦の緩急地方隊の中核を担う護衛艦として昭和61年度から平成元年度で計六隻が建造された。ネームシップの建造単価は250億円。海上自衛隊では第一次防衛力整備計画下で整備したイスズ型が昭和60年代後半にまたその発展があったとして、 第三次防衛力整備計画下で整備したち、久保型も昭和70年代前半には除籍時期を迎えることから、日本海での作戦を考慮した出型護衛艦の計画に着手した。まず56中行で、夕張型の発展型として、昭和58年度計画で1600トン型3隻の建造が検討された。この58ででは、水中放射雑音などの試を、 コドック方式から、オリンパス TM3 バイトのみによる構成に変更するとともに、両波成功場のため、船型を挑戦主導型に改正していたが、同年度は 58DDG や 58DD など、大型護衛艦の予算要求があったこともあって、大倉省の査定落ちとなった。その後の昭和60年度計画では、54での運用実績も加味して58での計画を、 修正して、1区マイナス5、改め級の戦術情報処理装置と、股間防空ミサイルシステムを搭載するなど、装備面でも強化し、基準排水量2200トン級で計画された。しかし、PDMS 搭載について、DD との関係性の整理やシステム構成の面で、海上幕僚長の了解が得られず、再検討の結果、基準排水量1900トン。 ラムキン接防空ミサイルの後日装備で落ち着いた。これは内局審議で58デトの整合性などが問題視され、61中規模に持ち越しとなった。昭和61年度計画では、海上幕僚幹部内で再び2200トン型を基本とした検討を実施し、同年度予算の他項目との関係性考慮の結果、再度1900トン型として予算要求を 実施、やっと同年度で2隻の予算が成立した。これによって建造されたのが本型である。基本計画番号は E114。線形は全体的に朝霧型に類似しており、車両甲板型に近い、全通常甲板を有する朝鮮主朗型の採用や、クリッパー型の監視形状も同様である。ただし本型では、上部構造は従来通りの形状であるものの、 船体の外弦には約7度の傾斜がかけられている。海上自衛隊の護衛艦として初めてステルス製を導入した設計ともされているが、実際にはこれは水中抵抗を低減しつつ艦大溶石を確保するための措置であり、特にレーダー反射断面積の低減を意図したものではなかった。また乗組員の居住環境向上を図るため、 従来の三段ベッドに変えて二段ベッドを採用した最初の護衛艦でもある。また、寒暖用のレストエリアなども導入されており、これらの居住性向上策の結果として、排水量は当初計画の1900トンよりも増大した。しかし、海幕防衛部では山雲型を極力超えないこととする方針を示したことから、技術研究本部では上限を2050トンとし、 最終的に2037トンとして基本計画がまとめられた。対戦戦に重要な召喚ヘリコプターの搭載能力はないものの、後部甲板は皮膚やワートレップに対応できるアプローチスペースが備えられており、ミズンには侵入拡水平指示等を装備したほか、船体安定化のためフィンスタビライザー一組を装備している。手機としては、 石狩以来のコドック方式が採用されたものの、五十二から五十五出ては一組のコドック機関の出力を、減速機を介して、両弦二軸に分配する方式であったのに対し、本型においては、左右二軸に一組ずつを配する方式とされた。また機種も刷新されており、高速機としては、五十八 d d と同じく、ロールスロイス、川崎スペース m 一 a がスタービニエンジンが、 搭載された。一方、巡航機としては、海上保安庁のみは四型巡視船に搭載されたのと、同型の三菱 S12UMTK4 サイクル、直列12気筒ディーゼルエンジンが搭載された。機関配置も 58DD と同様で、全部の第一機械室に左減軸機を、後部の第二機械室に右減軸機を収容するシフト配置としている。ただし 58DD と異なり、 中間区画は設定されておらず、高換性は最低限のものとなっている。冷戦末期のソビエト連邦海軍潜水艦の高速化に対応して、速力は27ノットに引き上げられた。また 58DD と同様、水中放射雑音の低減のため、推進機はハイスキューの翼を採用するとともに低回転化が図られており、52での約4分の3となった。 電源としては、出力 1000kW のガスタービン主発電機1機、500kW のディーゼル主発電機2機、300kW のディーゼル非常発電機1機を搭載した。ガスタービン主発電機の原動機は、第1世代 DD と同じ川崎重工業 M1A-02 ガスタービンエンジンであり、また発電機の総出力 2300kW は、DD 型護衛艦にも非検衆る強力なものであった。 マスト周りの C4 アイスター装備左から、トネ、仙台レーダーは 58DED と、同構成であり、対空捜索用として、オプスマイナス 14C、対水上捜索用として、オプスマイナス 28C を搭載した。また、01ででは、なだしを事件の再発防止策として、オプスマイナス20公開レーダーを搭載しており、このため、全章を1.5メートル高めて、 ステージ1段を増設している。電波探知装置も 60DD で装備化されたノルアマイナス8を搭載した。当初はズンに設置される予定だったが 58DD で同様にズンに設置したところ肺炎の影響を受けた教訓から前哨に変更された。また 60DD と同様にオるとマイナス3電波防害装置を搭載して出として 初めて電子攻撃機能を付与されている。ソナーとしては、アメリカレーセオ音社の中秋派ソナーであるデ -1167 のライセンス生産によるオッナス8をバウドームに収容して搭載した。また、52でより、デの系譜となった装備として、オッナス1 b 赤外線暗視装置を環境天外上に搭載する。これは当時デが所属していた地方隊の任務である。 国際海峡を通勤する対象国船舶の監視行動、演習海域付近及びそのた特定海域の船舶の往来に関する資料収集、沿岸防備等における夜間情報収集能力の向上を目的としたものである。なお、戦術情報処理装置を搭載したという説もあったが、実際には戦闘式書は戦術情報処理装置を持たない在来型であり、 搭載武器システムの全能発揮上の制約となった。簡易型の戦術情報処理装置や栄光ソナーの後日装備予定が盛り込まれているものの、具体的な計画には至っていない。74式アスロックランチャ CIWSSSM 武器システムの性能としては、股間防空ミサイルと関西ヘリコプターを持たない点を除けば、概ね、初雪型と同様となっている。 対戦兵器として、石狩り及び夕バリ型では 375mm、4連装対戦ロケット砲を搭載していたのに対し、本型では、再び畜後型と、同じくアスロック対戦ミサイルの8連装発射機を搭載した。畜後型と同様、アスロックの予備弾は搭載されていないので、搭載弾は8連装発射機に装填された、即応弾8発のみとなる。発射機は、 前後煙突艦のチューブ板に設置されているが、これは山雲型以降、2000トン級以下の護衛艦にアスロックを搭載する場合の標準的な要領であった。37DDK で採用された際、監視日方向で相当の社会の制約があることが指摘されていたが、当時攻撃の際には複数艦で敵船を包囲し、各艦が備う探知を維持しつつ、 円運動しながら攻撃するというサーキュラーアタックと呼ばれる手法が採用されていたことから傭兵者の強い不満には至らなかった。対空兵器としては52でで導入された62合計 76mm 単装速射砲に加えて戦尾甲板に高性能 20mm 機関砲を搭載した。本土防空圏内での活動を前提としていることから 艦隊空ミサイルは搭載されておらず、76mm 単装速射砲と環境の間にラムキン接防空ミサイルの搭載スペースが用意されているものの具体的な装備計画には至っていない。対艦兵器としてはハープーン艦隊艦ミサイルを搭載した。装備形態としては 58DD と同様、両舷に向けて発射する方式とされている。 平装配置前看板に 76mm 単装砲、後部看板に SSM 発射塔と CIWS。煙突間にアスロックランチャ停泊中のアブクマ型本型は昭和61.62、平成元年度に2隻ずつ、計6隻が建造された。しかしこの時点で、開幕は、での建造を打ち切る代わりに DD の建造を継続し、 これによって護衛隊軍から押し出される初雪型を地方隊に配備することで旧型での更新に充当する方針とした。これは、護衛隊軍は新 ADD、地方隊はデト旧型 DD という構図を崩すことになることから内局や政府部内からの反発も強かった。しかし護衛隊軍の護衛艦の更新を継続し、質的な水準の確保を図るためには、 必要な施策であることから、最終的には承認された。これによって本型の建造はそれ以上行われず、以降、での心臓はしばらく中断した。地方隊が2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、いわゆる二桁護衛隊に改編され、護衛艦隊霊下に編成前となって、以降も、同護衛隊の艦艇構成は変わることはなかった。しかし、 26中規模において、多様な任務への対応能力の向上と戦隊のコンパクト化を両立させ、戦術の2桁護衛隊所属の本型及び旧型 DD すべて、並びに総海底の一部を肩代わりする構想の模が型の建造が予定されている。また、平成24年度から27年度予算までに、延べ12隻分の寒冷延伸のための先行的、 部品調達予算と4席分の回収予算が計上された。寒冷延伸措置を行い、運用機会をこれまでありがとうございます。